俺が女の剣に遅れを取るとは情けねえ。俺も忍びの端くれ、やられる時は道連れだ。こいつ死んだふりで相打ち狙いとは汚い構想だ。いかんぞ、相当の負荷で。これでは助からん。ああ、どうしたらいいのじゃ。しっかりせい、ジングロ。この傷で生きながらいようか。千獣にしてやられたわ。どうにもできん。玉の尾が切れる。千獣め。合コンの術か。桃姫来い。かくなる上はこの一命、我が一念にてつなぎ止めてみせようぞ。よいか、他の何を忘れようともこれだけは忘れるな。お主に残せるただ一つのわしが生きた証、おぼろを。おぼろや、今日はもうお客もなかろうて、少し早いが店じまいにしようじゃないか。はい、おとっつぁん。こうしておると死んだ娘が帰ってきたようで、おい先短いわしらにも生きがいが戻ってくるわい。お前が戸口に行き倒れておったのはまだ雪が残る春先。すっかり元気を取り戻したようで一安心じゃ。記憶をなくし、身寄りのない私を置いていただいて感謝の言葉もありません。気にすることはない。お前さえ良ければいつまででもいていいんだよ。本当の娘のように思うておるでな。どうした、また気分でも悪いのかい。夕べもうなされておったぞ。無理はせんで。ありがとうお母さん。では夕べもあの名を。そうじゃ、うなされる時は決まっておぼろとジンクロ。わしらはてっきりおぼろがお前の名前じゃと思ったが。あら、この狐また来ている。お揚げが少し残っていたかしら。おっかさんに行ってもらってきてあげますから、そこで待っていなさいね。またいなくなってしまった。あのキツネ、どうしてあんなに悲しそうな目で私を見るのだろう。何か縁のあるキツネなのかもしれない。私はどこの何者だろう。何か大切なことを忘れているのではなかろうか。おお、おったおった、ジジママと娘の三匹ほどおりよる。山の門はもう食べ飽きたで、人間でも取って食おうと山から降りてきてやったぞ。ジジとババは見るからに筋張って硬そうじゃ。ひっくくっていって鍋でじっくり煮込んで食うのがよかろう。じゃがこのままでは腹が減って帰るまで我慢できん。柔らかそうな娘がひんむいて今ここで食うとすれ。なんだなんだなんだ、仏様
せめて娘の命ばかりはお助けを。なんちゅうこった。ありゃ隣村にも現れた噂の人食い鬼じゃ。こうなったらわしが鬼を引きつけている間にばあさまと逃げろ。みんな振り返らずに走るんじゃぞ。前に隣村に降りて若い娘を二人ほど食った時もなかなかえだったな。お前は色も白いしもっと柔らかそうだ。早く食いたくてよだれが止まらん。うまそうな娘じゃが親分が全部食えちまうんじゃろうな。ほれ娘っ子、その尻こっそり一かじりだけ食わせろ。遠くに影を見るだけで名のある剣豪も裸足で逃げ出す峠の主、茨城大将とは親分のことよ。お、こんなバカな。刀がしっくりと手になじむ。まるで生まれながらに飛び方を知る鳥のように自然と切っ先が流れる。なんてことじゃ。一振りで鬼がみんな死んじまった。おぼろ、お前は一体何者じゃ。お父っつぁん、おっかさん、今見ての通りあれだけの鬼を一刀で切り倒すなど尋常ではありません。このような過ぎたる力はいずれお二人に災いを招く気がしてなりません。この家をおいとまし諸国をめぐって自分が何者か、甚九郎とは何者か確かめとうございます。実の娘のように優しくしていただいたこの半年でお二人に感謝せぬ日はなく、今になって出て行くのは胸が締め付けられる思いですが、何とぞお許しくださいませ。おぼろいな。おじいさんから先祖の刀、おばあさんからきびだんごをいただいて、旅に出たおぼろこと桃姫とその傍らにそっと付き添う一匹の白狐。名のある剣豪、許せぬ悪党、地味猛霊をバッタバッタとなぎ倒す女剣士おぼろの痛快無比の物語とは、実に彼女の後日譚でございます。これは追って巻を改めて申し上げることといたしますれば、おぼろ剣百鬼夜行幕引きまして、まずはこれきり。